北九州高速道路4号線の出入り口。道路上標識は、馬場山、能型、飯塚である。馬場山より、黒崎の間は、旧北九州能型道路であり、最高速度は、時速80キロメートル規制。九州自動車道の8万 IC と、ほぼ隣接した状態であり、福岡方面へ、もしくは、北九州方面へ走るのに非常に便利になっている。 北九州高速道路を走る車は、8万 IC では降りられないため、この馬場山で降りるか、近年新設された、混合出入口で降りるかのどちらかとなる。馬場山出口で降りると、国道200号と国道211号が交差する、馬場山交差点がある。この地点が、大変混み合うため、混合出入口が新設された。なお、ババ山出口で降りて、 馬場山交差点を小峰・黒崎方面へ左折する場合は、交差点までの距離が短い上交通量が多いので、気をつけなければならない。入り口に料金所が、本線上に本線料金所が設置されている。ここでは、それらの料金所についても記述する。ETC は当初九州道、金剛からの車のみ利用できたが、2008年11月1日より、 ババヤマ入り口からの利用でも ETC が利用できるようになった。ブース数、8ババヤマ入り口料金所、国道200号より進入する車両が対象。ババヤマ本線料金所8万 IC、混合出入口より進入する車両が対象。ありがとうございます。